先週は、機械的あベルヌーイかベルヌーイの式をやってまあ機械的エネルギー収支というのをやりました。で流体が流れることによって流体には摩擦抵抗が働いたりとか流体がその地上から上に上がっていく時の、ポテンシャルエネルギーに由来する、仕事が働いたりとか、いろいろなことが起こってエネルギー損失が起こると。でその式がですね機械的エネルギー損失の式というのはこんなふうに書けますよと、あれいなくなった、いいや、ということでした。で、ベルヌーイの式の場合はこの W とか、シグマ F っていうのはないわけですけど、実際は何か流体をこう輸送するときにはですね、ポンプのような機械的なエネルギーをですね流体に与えてやらなくてはいけないと。でさらに流体が流れるときに、主にこう粘性によって生まれる、エネルギー損失のことを、シグマ F と書いてるわけですね。でシグマ F の中にはいろいろなものがあるということが教科書の中にも載っています。 F のストレート F の急縮小 F の急拡大F の最後なんだっけ忘れちゃった A かな A ですね A というで F のこれは直感でこれは縮小拡大、その他ということですね。で今日のお題、やることは、例題の2の9というのを丁寧にやっていきたいと思います。例題の2の9は実際にそのモデル配管をつないで流体を地上から10メートルぐらい上やったかなに、こう輸送するときの、ポンプの動力を求めましょうという、すごく実践的な問題です。でちょっと、書いていきますね問題文をね。
まあこれですね。で、まあこの問題、まあ予備校教師のように説明すると、この問題にはまあさまざまな変数があるわけですけど、まず、まあ変数というか、大気に解放されているってここに書いてありますね。大気に解放で同じく大気に解放されている。これ何を意味しているかっていうと、この機械的エネルギー収支の入り口のところの圧力 P1 と出口のところの圧力 P2 がまあ等しいよっていうことをまあ表してるんですね。でここに5メートルっていうのがある。でこの5メートルっていうのは入り口の Z1 っていう高さと出口の Z2 っていう高さの差が5メートルですよっていうことを表してますね。で293ケルビンの水っていうことはまあ密度と粘度はこれを使って表せばいいよねってことは分かる。で 43.2 立方メートルアワーですから、これが体積流量だよね。で 3B 交換っていうのを使えば D が分かるしイプシロンが分かるよね。で交換の全長は20メートル、これが L だよね。で途中に90度エルボー2個ってことは FA がここで計算する必要があるよね。でポンプ合率が 70%、 これがイーターだね。でポンプ所要動力っていうのは P だよね。まあこんな形で、まあ、問題文の中に出てくる変数を、まあ、ピックアップしていくというわけです。でこのまんまのテスト問題が出るわけじゃないんですけど、まあ、数字がちょっと入れ替わるくらいで優しい問題を出しますので、一つずつこれから解き方を説明しますので、まあ、大体このやり方って多分工業高校とかの人たちがやるんだと思うんですけど、まあ、君たち大学生も同じことをやればひとまずいいんだろうなと思います。もちろん工業高校の人は多分 3コマくらいかけてやるんだと思うんですけどね。まずは体積流量を計算するね。体積流量 Q は、今アワーで出てるので時間で計算する。そうですね。でこいつがいくつか、0.012、です。でもし問題文が質量流量だったら、例えば QM イコール、ちょっと待ってね、そうか、まあ例えば質量流量 QM が 4.32×10^4 kg/h だとすると Q
イコール、QM 割るローですね。密度を使う必要があるよねってことですね。でこの問題文で293ケルビンの293ケルビンっていうことは、まあ、ほぼ20度 C ですね。で20度 C の水の密度は、正確にやると、この教科書に載ってるあの表ですね、表の見方が出ますからね、表の見方ね、だから今度のテストは20度じゃなくて30度かもしれないみたいな、そういうことです。 998.23で、ついでに粘土も。となります。で、まあ、あの小数点以下何歩っていうのがあるんですけど、まあ、あんまり厳密性を要求されないので、今回の場合は、まあ、テストでもそういうふうにしてもらっていいんですけど、まあ、およそ1000と。しますね。まあ、正確には 1.0×10 の3乗パスキログラムパーリュー。そうすれば計算ミスも減る。でこっちも 1.0×10 の まあこんなふうになる。なのでもし質量流量で出題されたら、QM を1000で割ってあげればいいので、すなわち、43.2 とこうなるよねっていうことで、まあ皆さん慌てずにですね、あ質量流量だこの問題わからない、あ単位終わったにならないようにしてくださいね。それでなんかあれは何やったかな、そうで体積流量が求まった後に次は、教科書レイノルズ数を計算するために流速を求めていると思うんですけど、そうだね、はい、次は、3B 交換の近似内径いくつですか。これは表の 2.1 80.7 はい、ですので、ユーロ断面積S イコール
5.11。ね、そうすると平均流速平均流速この教科書 U だったかな、あ U だね、それもラージ U か、2.34、平均流速 2.34 で、レイノルツ数は、あ、四捨五入しやがってるな、僕いつも切り捨てでやってるもんで発数が合わない、レイノルツ数D はこれね、ローは1000、1.9かけ10の1,2,3,4,5乗、1,2,3,4,5乗と、だいたい2ぐらいですかね、レイノルス、1.9 で、これ乱流ですよってことね、こいつは4000よりも大きいから乱流と、乱流決定、はい、そうすると 3B 交換の、まあ、四半交換か、イプシロンは教科書の図の10より四半交換は0の後に0が1,2,3,4,5と見えてる。よって、D 分のイプシロンは、まあ、6
10のマイナス4乗ね、こうなりますと。で、書くところがなくなっちゃいましたね。困ったな。書くところがなくなっちゃったな。で、ムーディーチャート。F イコール、なんだっけ、ムーディーチャートはレイノルズ数が 1.9 2ぐらいのとこかで 0.006 だから大体 0.005 ぐらいか。教科書は004になってる。まあ004でもいいか。4だろうが5だろうが、まあこのぐらいであれば別にバストにはならないですけどね。0.004 だそうです。ここ分かりますかね、ムーディーチャートの読み方。ムーディーチャートの読み方をどっか説明したいけどスペースがないと、フェルマーの最終定理のような気分ですかね。まあいいか、分かんない人は先週のあれを見てください、動画を見てください。それでどこを消していくかな。どこをスペース、うん、あと何すんだっけ。まあちょっと仕方ないのでここを消しますね。全部消してもいいが残しとかなきゃいけないのもあるよな。 D というか D U まあこんなもんでしょう。あとはもういらない。 F で、次は機械的エネルギー損失を計算しなきゃいけない。シグマ F ですね。で、問題文っていうのはどんな格好をしてたかっていうと、ポンプがあって大気に解放されたまあ、水があるよっていうことなんですね。で、
この問題文では指摘されてないので考慮しないんですけど、こういうふうなタンクの中から配管が出ているところっていうのは旧縮小に本来はなるのね、ここね。あるいはここも、ここは違うかな、こういうふうに水面の方がちょっと下であれば、あ、これでも急拡大になるかな。でもFE とか FC は今回は考慮しない。で、考慮しなきゃならないのはこのエルボーってやつね。エルボー、エルボーってのはこの肘のことを言うんだけど、90度のエルボーを使って水を曲げてますよと。で、この部分の機械的エネルギー損失は、FA で表されるんだけど、つまるところ機械的エネルギー損失は FS っていう直管と2個の90度エルボーになりますよということです。で、そうすると、これを簡単に計算するにはどうしたらいいですかっていうことなんだけど、相当長というのを使うんですね。で、表の2の3よりは、N イコール32ですよということなので、これを使って、どっかに書いてなかったかな、相当長さっていうのを計算してあげることができるのね。つまりこの90度エルボーじゃなくてそれに相当する長さの直管として扱えば良いということであります。で、つまりそれは32×80.7 かける2個なんですね。2個あるから2個かけとかなかった。で、こいつが5.16m。で、直管の長さは5m というわけです。つまり直管の長さ5メートルに対してエルボーが2個あるだけでそれと同じくらいの抵抗がかかってるよっていうことをこれは表してますね。で、じゃあシグマ F はいくつかなっていうと、式の 2.39 と 2.36
まあ言ってみる、このここの L と LE だけの違いなので、まあ、こんなふうにまとめ上げられますね。でこれを実際計算してみると、5.56、単位はジュールパーキロ。あれ全然違うじゃん。え？何を間違えた？あ、5メートルじゃなかった。あ、これ5メートル上方か。全長は20メートルだね。あ、失礼しました。もう20だって。ひどいもんだ。20直しといてね。13.8。うん。ジュールパーキログラム、まあこのぐらいですよってですね。で次はいろいろ当てはめていくんだけど、しょうがな。でこれがシグマ F だと。なのでこれは OK で、最初に言ったけど大気に解放されてるっていうことは、圧力一緒やから、まあ、P1 イコール P2 だよねと。で、Z1 イコール、じゃあ、ねえ、なんだっけ、5メートル上方か。なので、Z2 イコール、じゃあ、Z2 マイナス、Z1 イコール5メートル。で、最初に、こういうのって大概こういうリザーバーから水が供給されるので、ここの流速っていうのはまあほぼゼロと見なせるんだね。でこの距離が5メートルで P1 と P2 はまあ5メートルくらいだったらほとんど気圧差ないので、まあゼロと見なすっていう感じでやりますね。なので U1 イコール0で、それをやってあげて
U2 イコール U とする、そうしてあげると、まあ、この機械的エネルギー収支の中で、まあ、未知数はなくなるわけですね。 W だけになる。これが0でしょ。でこれも、まあ、キャンセルされると。で W イコールについて解くと、まあこんだけになるよねってことですね。あ、じゃあプラスシグマで、それぞれ、アルファは乱流なので、まあアルファ1でいいかな、 1.0 いくつでやってるかな、1だね。なのでというわけです。で、この最初の第1項は運動エネルギーですね。で、2個目は位置エネルギー。で、3番は、まあ、その他、まあ、粘性由来。でこれそれぞれ計算してみると、2.76、47.55。まあ、そんなふうになります。で何が言いたいかっていうと、この運動エネルギーっていうのは、まあ、相対的に結構少ないのね、影響はね。で位置エネルギーは、まあ、全体の大部分を占めるわけです。つまり流体をこう1メートル2メートルこうポンプで吸い上げようとすると、すごいエネルギーを必要とするのね。で 13.8 っていうのは、その他ね、その他ね、ということです。でこれまあ足していくと、64ジュールパーキログラムね。で良いかな。あれ 65.6 になっちゃった。まあちょっと波数が違うんでしょうね。2.35。割るにしてないのか、これ。そうかな。あ、いや、いいよな。2.35×2.35。あれ？
65.6。ここか。この教科書、重力定数を 9.80 でやってるから、これがおかしいのかな。9.80。まあ、80でもいいんですけど。ちょっと微妙に違うと気持ち悪いですよね。足す。お。これがちょっと違うのか。49.05。ちょっとなんか電卓を打ち間違えたみたいですね。49.05。大丈夫。65.6と。よし、これで W が求まったとお思いかと思うんですけど、まだこれでゴールじゃないんですね。ややこしいんですね。今この W の単位っていうのは 65.6 なんでのジュールパーキログラムなんですね。1キログラム水を流すとこんだけエネルギーが損失されますよってことを今度単位時間あたりに直す必要があって、それをやります。ということで、それを質量流量っていうのがあって、これは体積流量に密度をかけたものですから、43.2 かける アワーになっちゃうね。あ、3600で割るか。正味のポンプ動力は計算されたものをイーターで効率で割ってあげなきゃいけないので、これが 65.6 93.7。なのでポンプ動力は
W0 に質量流量スモール W をかけて、こうなってるかな。1124キロ、まあ、ジュールパー、これがキログラムパーセカンド、これがジュールパーキログラム単位だね。つまり大体1キロワットぐらいのポンプを使えば水を5メートル上げて輸送することができるよっていうことですね。ああもう終わったということです。これがまあこの Q4 でやんなきゃなんない最大の難所というか、まあ、これを目的に講義をしてましたので、まあ、これを理解してほしいなと思います。この件に関して何か質問ありますか。あとはですね、マノメーターとかピトー管の話が出てるんですけど、まあ、今年はちょっと表面張力とかそういう話を前半入れましたんで、まあ、バランスを取るということでこの辺は少しやんなくても大丈夫かなと思います。まあ、高校生の理科のレベルですよね。なので皆さん例題は一つしかないですから、これをできるようにしてくださいね。こういう表の見方とか、密度とかどこで持ってくるかなとか、293ケルビンでなくて他の温度の時は密度何本になるかなとか、まあ、いろいろなことが変化しますんで、テスト問題としてはですね、まあ、これシャキッと取れるようにしてください。変な問題を出すつもりないんですけど、ちょっと一回自分で解いてみないとなかなか時間内にシャキッと解けないですねっていうのがこの手の話です。ああ大体いいかな。質問なければ今日はもう早く終わろうかなと思うんですけど、よろしいですかね。で、来週が第7回で、テスト対策っていうことで改めてどういう問題が出ますよっていう話をします。でそれを勉強してくださいねっていうことで、まあ教科書のそうかそうか、それで今思い出した、教科書の章末問題を今回やってないな。ちょっとやらないとまずいか。いやまあちょっとやるか、しゃあない。いやどうしよう、結構面倒だな。まあちょっとやるか、しゃあないな。まあまだ少し講義時間あるので、章末問題をやります。そうすると来週はまるまる講義をしなくてもいいかな。皆さんがテスト勉強に費やす時間を設けるということで、そうか、 Q3 の採点がまだ終わってない
まずいな。ちょっとまずいな。じゃあ教科書の62ページ。2.1。2B 交換内を1番298ケルビンの大気圧の空気それぞれ平均流速が何メートル以上で乱流になるか、2B 交換、 2B 交換は近似内径が 2B やから 52.9 ですね。で、乱流っていうのは、レイノルズ数が4000以上ですから、レイノルズ数イコール du ローの μ で、大気圧だからローと μ は教科書のね、ローは25度か、25度の場合はめんどくさいな、25度ってないんだよね。でないときは内装して計算するんだけど、まあ今日はちょっとこれ303ケルビンに変えようか、問題文を変えてしまう。そうするとまあ30度になるから、30度の時のやつをやろう。30度の空気の乾燥空気の密度は 1.1645、 で粘度は 18.57、 ですので、これが4000より大きければいいので、お題としては U はってことなので、 U イコール4000割るレイノルス、お、ちゃ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 、大小記号でやる。乱流になる U はってことなんでね。でこれ不等式方程式を、まあ、解いていくわけですけど、レイノルズ数で、あ、う、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って。まあこうですね。なのでThank you.
1.2。くらいで乱流になります。だいたいこの、エアコンの流速はだいたい1メートルくらいだったと思います。はい、でそれに対して303ケルビンの水はどうですか。まあ同じことですけどね。レイノルス、あ、まあ303ケルビンか。一応やるか。いつも293ケルビンばっかりやってワンパターンやからな。303ケルビンはどんな密度ですかね。995.68。995.68。0.8019。まあ、これ見てもらうと分かるように303ケルビンだともう粘度は1ミリパスカルって近似しちゃいけないぐらいちょっと低いですよね。まあ、密度はまあギリギリ四捨五入すると1000だけど、なのでまあ密度が1000で粘度が1ミリパスカルっていうのはあくまでも20度 C の時のまあ近似だよっていうのは覚えておいてほしいかなと思います。はい、でDU ロー μ これが4000なのでさっきと同じように密度は995か。ということでこれを計算してみると0.06。あれ？そんな低いか？おかしいな。なんか間違えたか。まあ、こんなもんか。うん、まあこんなもんか。まあこのぐらいで乱流になるということですかね。まあ粘度が高いからか。それが今2の1ですね。次は小末問題の
2の2か。2の2のやつを読んでみると、内径 D の太い管の中を平均流速 U で水を流した時の流動状態を調べたい。現在必要な流量 Q の水を流す大きなポンプがないので、次の方法を採用して推測することとした。それぞれの流量 Q1、Q2 を求めなさい。はあ、なんだこれ。まあいいや、内径 D の太い管の中を、太い管の中を平均流速 U で平均流速 U で流した時の流動状態、まあ、流動状態って何かっていうと、まあ、乱流か、総流かと。でレイノルズの便利なところは、ほらね、で無次元数だからレイノルズが4000より大きければ、あの内径がどうであろうが流速がどうであろうが、まあ、乱流は乱流だということなわけです。だから、まあ、このとりあえず内径 D の太い管の中を平均流速 U ってことは、このとりあえずこのレイノルズ数が4000より大きいかどうかっていうのを調べようということだと思うんですね。で問題で与えられているのは1番、内径 10分の 1D の、あ、そうそうそう、でこの問題文では内径 D の太い管の中を流速 U で流した時の、まあ、流速ね、 Q イコール、4分の πD 次乗U っていう流量を流すポンプがないんだって。ポンプがない、あ、ポンプがないから乱流かどうか分からへんなと。でも実験はしなきゃなんないなっていうことで、内径が10分の1の管にね、管の流量 Q1 の水を流す。っていうことをやってみたらどうなのっていうことです。あります。ですので、これをやったらなあかんと。まあ単純に、まあ単純にっていうのかな、まあつまりレイノルズ数がこの値で決まってると、 DU ローミューで同じレイノルズ数になるようにするんだけど、内径が10分の1になったときに、同じレイノルズ数になるには Q1 をどれくらい減らしてあげれば、あるいは増やしてあげればいいのかな、減らすんでしょうね、減らすにはどうしたらいいかなって問題です。
ちょっとこう頭を整理してやらなきゃいけないけど、ちょっとめんどくさいな。どうしようかな。D1 イコール10分の D。そうすると、レイノルスイコール D1 U1 ローミューがなるわけね。同じレイノルス数にしとかないといけないから、そうしないと流動状態わからないでしょ。そうすると U1 っていうのはレイノルス数のミューの D1 ローって書けますよね。でそうすると Q1 っていうのは4パイ D1 の事情U1 になるので4分の π の、D1 っていうのは10分の D だから10分の D の2乗あれあれ U1 が求まらんね。あいい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 あ間違えた間違えた。ちょっと、U1 がこうなるから、で。Q1 は4分の πD1 事乗 U1 なので4分の π10 分の D を持ってきて でレイノルス数の μ の D1 ロー、まあで D1 は10分の D ロー、まあ、こんなもんかな。ちょっと待ってね。で4分の π の100の D の2乗でしょ。で DUローのミューのミューの D の10のロー、そうするとローは消えるし U は消えるし D も消えるからd 次乗千分の一くらいかな。あれどうやって計算するんだろうこれ。忘れてますね。しっかりと予習をしないからですね。同じレイノルス数にするにはそうだよね、単純にそういうことだよね。10分の1にすればいいんだけど内径が、ああそうか、こんな難しいことしないでレイノルス数を同じにするんだったら直径を10分の1にしたら流速は、まあ流速っていうか、あ流速かを
10分の1にしなきゃいけないね。あちゃ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 あ。なんかスカッと来ないな。スカッと来ないな。レイノルズと一緒なんだから。まあこういうことか。まあそうですね、あのちょっとなんか計算がごちゃごちゃしてたんですけど、まあ10分の1の内径になるためには、10倍の流速で流さなきゃいけないということですので、レイノルズ数が同じになるときに、流量は10分の D の 10U ですから、これを計算してあげると10分の D だけが10分の1だけは残るというのが一番の答えですね。なんかやたら時間を使ってしまった。ってことは来週も講義をしなきゃいけないということか。内径 D の間に流量 Q2 の空気を流すと、空気を流すときはどうしたらいいですかってことね。おややこしいね。で、まあレイノルズ数の中で同じ直径で同じになるように D と U の2があって、ローのガスとミューの G ってこういうのがあるよってね、なので、U の2イコール、まあ、DD をキャンセルして、U かける まあこんなふうになるねと。で、空気なので、空気というかこいつは4分の πd 事情の u の2ですので、すなわち
で、この4分の πd 乗っていうのは、そもそも元々の流速流量なんで、あ、違う、まあ、こんなふうに、それぞれの密度比粘度比に対して、まあ、流速が決まってくるよっていうのが、2番ですね。で、2の3はちょっと難しいみたいなんで、星がついてるんでね、まあえてやらないで、2の6は、密度871、粘度13の油が四半交換の 2B の中に流れていると、内径53ミリの平滑なガラス管を流れている。それぞれ長さ1メートルあたりの圧力損失を求め、管表面の粗さによる影響を考慮しなさいとか、まあそういうのもありますね。まあこれも来週やろうかなと思いますので、まあ皆さん来週も懲りずに聞いてもらえればなと思います。まあ時間来たんで終わりますけど、何か質問とかありますか？よろしいですか？じゃあまた来週ということで。